さんこんにちは。鳥取県から参りましたトリピーと鳥取観光親善大使の倉本真里奈と申します。よろしくお願いします。はい、トリピー飛んでるね、元気いっぱい。トリピーはですね、平成9年参院夢みなと博覧会の ありがとうございます、マスコットキャラクターとして誕生しました。今年で19歳を迎えました。はい、元気、ありがとうございます。トリピー拍手もらったよ、嬉しいね。ありがとうございます。はい、このトリピー、鳥取の特産品のあるものをモチーフにしたキャラクターですが、何かわかりますか？20世紀梨じゃないですか、うん、ありがとうございます、正解です。梨をモチーフにしたキャラクターなんです。今日はですね、あちら鳥取県ブースで20世紀梨新幹線の販売も行っております。今年も大変美味しい出来栄えとなっております。とてもお得で買えますので、この機会にぜひ味わってください。鳥取県ブースでトリピーとお待ちしております。ありがとうございました。